よろしいんですね。よろしいんですね。そして一言言わせていただければ、先ほど皆さんが出されている選挙制度、連用制ですね。連用制というのは極めて分かりにくい制度なんですよ、皆さん。じゃあ国民の多くの皆さんは、この場面を見ている多くの皆さんは理解できますか。憲法との関係においても実は疑義があるんですよ。それをここで言っている、もうまさにですね、私は総理、あなたの今の答弁はですね、不誠実だと思いますよ。今まで私たちが求めていた答弁には全く答えずに、そして急にですね、まるで民主党と自民党がこの民主主義の土俵をすべて決めていい、傲慢な態度ですよ。共産党だって社民党だって、この党首討論には出れない政党がたくさんいるじゃありませんか。所定の時間が過ぎております。そのことを全く無視して、総裁よろしく。総理は述べている。まあしかし16日に、皆さん16日に解散をしていただければ、そこで皆さん、国民の皆さんに委ねようではありませんか。どちらが政権を担うにふさわしいか、どちらがデフレを脱却をし、そして経済を力強く成長させていくにふさわしいか、そのことを判断してもらおうではありませんか。そしてこの外交敗北に終止符を打って、どちらの政党が美しい海と日本の国土領海国民を守ることができるかどうか、それを決めていただこうではありませんか。選挙戦で相まみえることを楽しみにしております。どうもありがとうございました。与田総理、ごく短くお願いします。